ご乗車ありがとうございました。終点駒山徳公園プレゼントです。ゆうさん、もしかしたら、うん、ゆるキャンとか見られてるし、あ、ゆるキャン見ましたけど、マジですか、はい、ピーさん、なかったありました、ピーさん、この子大好きなんですよ、ゆるキャン。あ、そうなんですか。一人でキャンプしたいとか。キャンプしたいみたいなんですよ。ただね、こんにちは。お姉さん、ゆる、お姉さん、ゆるキャン見んねんで。こんにちは。どうも、ゆるキャン見て、憧れて、キャンプ始めたわけではないんですけど。あ、そうじゃないんですか。見る前から、はい、見る前に、あの、とあるユーチューバーに影響を受けて一人でやるようになったんです。その後にゆるキャン見たんで、あ、その方もそのソロキャンパーですか、そのユーチューバーも。そのなんかソロキャンプでやるは、あの一人でやってはったん、ありましたね。あの YouTube にはたくさんね、一人でキャンプやってはる、ね、その動画たくさんあるんで。一人でそのうちやりたいわけ、ソロキャンプ。一人でやりたいの、やりたいの。一回やってみたいな。夜怖いね。夜怖いけど。夜怖いけどね。もうちょっと大人になってから。それかお父さんと一緒に一つ一つテント張ってやるとか。ああ。小さいテント。したら怖くない。へえ。で自分用のテント買ってもらって、うん、でちょっと遠いところにお父さん張ってもらって。でもあれやな、なんかゆるキャンのなんかちょっと。なんか使ってるようで。そうなんや。じゃあ将来的には一人で使うんや、うん、一人でキャンプした時大事にしとかなな。また第2期始ま
るまだ始まってないのか、大日記。6月とか言ってた。あ、そうなんだ。今度は夏キャン。第1期は 冬のキャンプやってる。あ、見てないですか。見てない。あの、Amazon プライムとか入ってたら見れますか。あー、Amazon プライム入ってるのかな。あれ、プライム入ってたら見れますよ、ゆるキャン。そうなんですか。はい。え、昨日からですか。あ、今日のね、あのデイからです。あ、そうなんだ、はい、あ、だから早かったんですね、テントが。デイトナイトから、はい。明日は雨なんで。ね、雨みたいなんで、ちょっと早めに撤収して帰らなあかんかな。あ、え、今日帰るの。いや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 、明日の朝、ね、まあ、9時か10時にはね、あの出なあかんのですけど、それまでに雨降らんかったらいいんですけどね。ね、楽しんでください。よろしくお願いします。とりあえずお腹空いて喉も渇いたんでビール飲みます。中の感じはこんな感じです。地味、至って地味。 GoPro ビデオストップ。いただきます。桜が見えない。お花見キャンプのつもりが桜がないサイトでした。自然の中におれればいいかな。GoPro ビデオストップ。